何なのか、人生が何なのか、何のために生きるか知らないです。行き当たりばったり、してるんですが、どうところ迷っているので、多くの人は迷ったふりをしないで迷っているのです。多くの人はですね、生きる目的を言いたいのに人に聞けないです。恥ずかしいと、何のために私は生きるべきですかと聞いたって、恥ずかしい、聞けない、そんなの知らないよ。今自分たちは考えなさい。学校でも教えてくれない、家でも教えてくれない、社会も教えてくれない、何のために生きるかわからない人間なんです。スマホはですね、スマホは人間が使って機能します。人間が使わなかったスマホを使ったらスマホです。何も役に立ちません。スマホは人間が用いてすごくいい道具なんです。あの同じように人間もですね、人間を作った方によって用いられて初めて役に立つんです。神様の時には、神様の時には人間は何の役にも立たないんです。だからみんな暇で暇でゲームやったりですね、パチスロやったりですね、もうみんな暇つぶし、もう時間が余ってしょうがない、もうみんな時間を持て余って、何のためにするかわからないから、自分が好きなことをやっています。それはこのスマホがですね、もうただ本質になっているようなもんなんです。スマホの機能は教えられてない。スマホは人間が使うと、どんな良いことを言われるんで、神様が人間を使うと、神様が人間を使うと、人間はものすごく力を持つものにならないんで、神の栄光を表すことができるんです。今日はですね、桜が満開で、もう本当に最高の時かもしれませんが、桜はなぜ綺麗なんですか。桜はなぜ綺麗なんですか。神の栄光を表しているからです。桜は作られたものです。神によって作られ、綺麗に咲いて、なぜ咲くんですか。桜を作った神様の美しさを表し、栄光を表しているからです。だとすれば人間がですね、悪いことはして、神様に従わないで生きるならもったいない。桜で咲いて、に咲いてるなら、人間がイエス・キリストを信じて、人間が神様の栄光を表すから、ものすごい素晴らしいことができるんで、神の栄光を表すことができるんです。神の栄光を表すことができるんです。神様の心に沿って生きるならば、悪いことをやめ、自分勝手に生きることをやめ、神の愛で生きるなら、神の愛で生きるなら、それは社会が良くなるんです。なぜ戦争があるんですか。なぜ、不正があるんですか。なぜ犯罪があるんですか。それは人間が勝手に生きてるからです。自分の好きなように生きてるから、いろんな問題が起きるんです。それは神様に従わないからです。多くの人が社会を良くしようと思ってるけど、その社会の問題点を知らないで、日本政府も警察も、この社会の問題点が何かを知らないのです。この社会の問題点は、人間が神から遠く離れて自分勝手に生きているということです。イエス・キリストを知らないということです。自分の中に罪があり、悪魔の心があり、その神を憎んでいて、神に敵対し、神に反抗していることが、この社会の一番の問題なんです。ですから、政府も警察も学校も一番大事なことを知るべきです。学校ではですね、その一番大事なことを教えていないんです。人間の一番の問題は何かということを教えていないんです。みんな知らないんです。知らないんです。闇の中にいるのです。さまよっているのです。迷っているのです。見えないのです。遠くが見えないです。本当の真実が見えないです。